皆さんどうもこんにちは、ヒカツクです。本日もレート1700挑戦動画やっていきたいなと思います。前回もですね、たくさんの高評価、再生、コメント本当にありがとうございました。めちゃめちゃモチベーションになってますし、今回ですね、高評価と企画連動しておりますので、よかったら今日も高評価ポチッと押していってください。ということで前回のコメント紹介いきましょう。自分には決して行くことのできない場所だと思ってた、ヒカツクさんの冒頭と挑戦動画モチベーションになりました。いやー、こうやって言ってくれるの嬉しいですね。なんか動画出してる甲斐があるというか、僕自身のモチベーションにもなってます。久々にヒカックの口から強豪校のクリアって聞けてめっちゃエモかったわ。話し合おう審判、話し合おう、もういい、強豪校のクリア、強豪校のクリア、オッケー。なんかね、毎週エージェントの時はよく使ってたんですけど、挑戦道とか坊主道であんま使ってこなかったんで、今後はちょいちょい使っていきたいっすね。始めたての頃は総合地とその選手が有名かで起用するか決めてた。まあ大体みんなそんなもんですよね。まあそっからね、どんどん沼にはまっていく、それがウイレアプリ。正直言って試合前に相手のチュンパーは見たことない、爆笑。実際ですけど僕もそう。ということで今のところのレート変動なんですけど、こんな感じですね。見てください。前回ですね、1571まで落ちたんですけど、しっかりと1600まで戻してきました。これで残り100まで上がってきてますので、もうバリバリにですね、ここから上げていきたいなと思います。というところで、またですね、まあパウロソーザに戻していつも通りのスカットでやっていくんですけど、はい、一人だけですね変わってる選手がいるの、皆さん分かりますかね。そうなんです、ダニオルモ先輩。この選手ですね、僕せっかく当てたんですけど、なかなか使う機会がなかったので、はい、今回はですねガチスカに入れてがっつりやっていきたいなと思います。まあ活躍できるかどうかはね、もう神のみぞ知る世界ですけど、目の前の敵とバチバチにやり合っていきたいなと思います。ということでいきましょう、レッツ挑戦動。さあ1602と残り98ですよ。98なんてもう波に乗っちゃえば一瞬ですから、このビッグウェーブしっかりと乗っていきましょう。さあ1試合目、1370天井天下優位か独走さん、よろしくお願いいたします。あれ、なんか最近さ、こういった名前の人当たんなかったっけ。いや気のせいかな、あれか、なんだっけ、南明法蓮華経だっけ、なんだっけ、忘れちゃったけど、まあとりあえず行きましょう。さあお相手さんじゃなくて、まずは調子、あーいい感じですね。でお相手さんのスカット、おーツイドラっすね。あ、でもツイドラーの、あーちょっと形違くない、4132の形か。あ、この形はあんま戦ったことないんで、はい、楽しみっすね。よろしくお願いします。ちょっと待って、なんかおかしい、右上の数字出てないわ。うわ、やっぱそうだよね。え、なんかさ、何、え、最近なんかこういうの多くない。な、僕の回線はね、一応家の Wi-Fi 使ってるんでいいやつのはずなんですけど、え、待って、これ負けとかないよね、さすがに。さすがに負けはないよね、大丈夫だよね。おお、切断、いや試合しようよ。さあ気を取り直して、レーティング1573、天さんよろしくお願いいたします。すっごいシンプルな名前だったね。さあ調子は、んー、あんまり良くないので、レンスと変えてリュリが真ん中にして、カカ絶好調は熱いですけど、ちょっとサブの調子があんま良くないですね。でお相手さんが、うーん、チェルフチェンコか。いやもうお互い1600前後のバチバチの戦い、セルパンティスってなんだろうわかんないな、なんかのアニメとか漫画とかのあれかもしれないですけど。さあよろしくお願いいたします。さあ集中していくよ、絶対に勝ちます。この試合にも、あ、オッケー、ナイス、ホールダウン、ちょっと落ち着いて、あ、やべ、嘘、待ってね、大丈夫だよ、ヒカツクオッケー。そう、もうね、目の前でやっぱ1試合1試合に集中して、なんだろう、挑戦度になってからさ、まあ本気でやってたよ、全試合本気でやってたけど、まだまだ本気が足りないなと思ったわけですよ、ヒカツク。そう、もっと気合い入れて全試合集中していく、そんな気概でやっていかないと勝てないんですよ、こっからの試合は。オッケー、デルピエロナイス。そうだから、全ての試合に集中して、もう全部の1分1秒気を抜かずにいく。さあホルラン気をつけて、あ、それはダメ、それは入りすぎる、うん、気合ちょっと入りすぎてる、大丈夫、オートスラです。はい、さあマルディーニ、カカ、ここで前を向く、でこっちに出せるかなって、もうなんかお母さんが子供に言うときに、歯磨きできるかなみたいな、お風呂入れるかなみたいなノリになっちゃったけど、オッケー、レンスワンタッチ、素晴らしい。でホルラン裏取れる、いや裏取れるよ、取れる、オッケー。さあ来た、ホルランからデルピー、よーし、オッケー、完璧、この形です。パウロソーザはやっぱりサイドからのこの形、オッケー。さあ目の前の試合に全部集中していく、これも取る、オッケー。さあデルピエロ、しっかりとここスルーパス、ワンタッチスルーパス、オッケー。でフォルランがここで一旦貯められなかったよ今、うん、貯めてってちょっとかっこよく解説しようと思ったら、待って、はい、さあ
ダブルタッチからコントロールシュート OK。 3点目。よし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 。今のダブルタッチが無意味だったとは言わせません。うん、確かに無意味だったかもしれない。でもあのダブルタッチが流れを作りました。 OK。 さあじゃあちょっとだいぶ点差がついたので早めにダニオールも入れましょうか。ダニオールも入れてこの布陣でいきましょう。まあどっちにしてもね、カカ絶好調だったとしてもだいたいまあ70分ぐらいにはもうスタミナ的に交代しなくちゃいけなくなるんで、もうオルモさん入れていきましょう。さあやっていきましょう。いやーでもやっぱりさ、1500坊主道から始まった企画でさ、今1600目指してるわけじゃん。でまあ一時的にさ1600切っちゃったりもしたけどさ、やっぱこのね、このなんだろう、一時は無謀だと言われたこの1700にやっぱ到達して、みんなに努力すればいけるんだってところを見せたいんだよね。うん、だからそういう意味でもやっぱり僕はこの1700を達成したいと思ってる。さあオルモのこの神スルーパス、神スルーパス、いやー惜しいね。前へ、あーそれもったいない、気をつけろ。はい、 LINE の通知音が鳴りました。はい、誰かから LINE が来ました。誰かから LINE が来たけど、それそうやめられない、オンラインはやめられない、そんな LINE ごときでやめられる、そんな世界で戦ってないんだこっちは。はい、こっちルリがやばい、あそれうまくね相手、あーっと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 、あーうまい、はいナイスよ、いい守備いい守備いい守備、送る、オッケー、ふぅジェフ、いや待って待って待って、それはそれは怖いよジェフ、ああーやばい、気をつけて、裏ケ裏ケ裏ケや、オッケーやばい、あーっとまずい、まずいです、非常にまずいです。前半3対0でかなり生きった結果、かなりやばいことになっております今。そしたらちょっと交代入れよう、アレッサからアレッサからアレクサへのこの流れ、アレクサ今日勝てる、今日3対2で勝ちます。さあここ絶対に守りきる、いや守りきるなんていう甘っちょろい思考はダメよ、決めきるでしょ、決めきるでしょ、そうダニオルモから来た、よーしオッケー、ナイスナイスオッケー。さあダニオールもしっかりとアシストを決めてくれる、この男がこの男が最後の得点を、来たダニオールも、はい、さあオルモンオルモンオルモンがオルモンオルモンがオルモン、ダメ、はい気をつけろ、最後まで集中、守備集中守備集中、裏裏裏出ない、ここオッケー、さあオルモンナイスよナイスよ、あうまそれ、いやそのシュートうめえ、めちゃ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 そのシュートうめえわ、うん綺麗にコントロールシュート打ってきたね。ただここはステイで、あーおーちアウチ、外国人の喘ぎ声アウチ出てしまいました、やばい、まあでもさすがにこれは勝ったかな、うんオッケーオッケー、よしオッケー。さあマルディーニから前に出して、すごい平ボーイパスで終わったけど、とりあえず勝っていくと、オッケーオッケーオッケー、この勝利めちゃめちゃでかいよ、お相手さんも結構レート高かったからレーティング多分ね10か12ぐらい上がると思う、オッケー。さあこれは素晴らしい勝利ですね、ありがとうございます。さあ2試合目、ショタボーイズさんよろしくお願いいたします。ショタボーイズってなんか名前からにじみ出るちょっとこうね、あのピンクな雰囲気がありますけど、さあまずは調子ですと、えベンチどうした、えベンチ大覚醒してるんですけど、さったら俺も好調というか絶好調あってて欲しかったけどね。そしたらちょっと攻めていいですか、イサク、ボアド、いや、うん、この2人もういっちゃうわ、もう前半からいっちゃう。でお相手さん、おー、ジェネシオね、オッケーオッケー。なんかジェネシオっていうとめっちゃボクくんさんのイメージあるよね、お願いします。ちなみにあの世界一どうでもいい情報を今共有していいですか、はい、ちょっと今日はガチで気合い入れて挑戦度を取りたいなと思って、はい、パンイチで撮影させていただきます、はい、誰にも需要のない速報でした。さあよろしくお願いいたします。ビエラからこれサイ出しやすい、オッケーオッケー、ナイスかかよナイスかかよ、どうしようかこれ、中入れてもいいね、中入れよう、あーそれはもうねすぐ中入れようとする、ダメ、ちゃんと中の状況を見てから入れましょう、はい、ああいうところねやっぱね、あのスルーパス、あのなんとなくお願い入ってっていうスルーパス、僕お願いスルーパスって呼んでるんですけど、今完全にオネスルになってた。さあリディガーから前向く、おー結構積極的に守備仕掛けてきますね、来たイサク、これ入りそうだな、中切られるんであえて自分で行くと見せかけて中、オッケーなんだけど、オッケーなんだけど、すっごいスライディングで滑っていくカカがちょっと横目には見えたわ、うん、はい、これも焦らない、焦ると、おい待って、ゴールキーパー出てきてるって、ちょっと待って、クルトワがクルトワ作戦、待ってゴールキーパー出てきたぞ今、おーやばいやばい焦っちゃった焦っちゃった、ちょっと待って、焦りのあのね
ああやってゴールキーパーを突然出すプレイングを僕クルトワがクルトワ作戦って呼んでるんですけど、やってきたな今。めちゃくちゃ焦っちゃった。おいおいおい、マジかよ。ちょっと落ち着いて。このクロスはやめてよ、やめてよ。オッケー。そういうもうモサだな完全に相手。でクルトワがクルトワ作戦やってくる人はモサ、自信がある人だから自分に。さあ前半ちょっと渋いな、あんまりなんかいいとこなかったかも。まあまあまあ、でもちょっと後半切り替えていきましょう。じゃあちょっと早めですけど、やっぱダニオルも入れましょうか。やっぱ今日の主役ですから、ダニオルも100均とかで売ってるあの今日の主役っていうタスキかけて出てきてるんで、はい、活躍楽しみにしておいてください。逆サイドここじゃん。でワンタッチ、いや裏取れてるね、裏取れててイサクのところ。ただここ焦らない、焦らない、焦らずにここに出すのどう。いけるか、いけるいけるいける、来たか。いや重い重い重い、めちゃめちゃ重い、め激重、激重だし、なんかちょっと待って、何これ。いやいやいや、ボーデで、オルモ、オルモ打て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 、ノルモー、ノルモー、オルモー。何が起きたのかもう分かんない、もう重すぎて。そもそもボアドゥがなんかゴールに逆走してたし、オルモもなんかこぼれてきたけど、まあでもオルモよ、うん、オルモナイスよ。そして前、よし伊作勝負だ、勝負するぞ。ダブルタッチ、うわー、バラン、バランはそれはすげえわ、それは普通にすげえ。もうね、伊作完璧なタイミングでダブルタッチ入ったと思って、ちょっともうちょっと正直自分気持ちよくなってました。今気持ちよくなってたからのね、完璧にやられたね。さあ伊作のところ、ほう、あーちょっと85分、守りきれ守りきれ。まああの得点で勝利するのちょっと恥ずかしいけど、でもそれでも、あやばいやばい、外せっか、危ねえ、うわっべえ、体勢崩れててよかった、危なすぎる。さあこの2連戦絶対勝つぞ、オルモと共に。てか交代忘れてたわ、あまりにも先発陣の調子が良すぎて交代忘れていた、やばい。僕たち入れ替わってる、きた。サハーランド、ここ取れる、絶対に取れる。ネドベド、やらせんな、やらせんな、やらせんな、あー終わったー、うーわー、最後ガンプレしちゃったー。まあでもあれだね、これはもうオルモのあのラッキー得点があったんで、これはもう1対1で終わりましょう。さあもったいねー今の試合、くー6差があんだよねー、これがやっぱレート上げの難しいところ、ただ負けない。さあラスト3試合目、レーティング1315、ヨシキさんよろしくお願いいたします。調子は？おーいいですね。てかオルモもさ、なんだかんだ結構安定しててありがたいね。さあこのまま行きましょうか。でおわ、おー、アイコニックなし、そしてレジェンドもバステンだけど、結構あれかもしんないね、あの無課金とかで楽しんでる方かもしれない、よろしくお願いします。いやでもね、無課金で楽しめるのもウィリアプリのいいとこだよね。まああれでもさ、やっぱり技術がある人だったら僕全然負けるし、僕はどっちかというとやっぱり課金でね、こうヒール履いてなんとかみんなと戦ってるけど、そのヒールなくなったら僕なんかただの雑魚だからね、うん、だからやっぱ無課金で強い人ってやっぱすげえなって最近すごく思ってますね。さあということでラスト絶対勝ちましょう、マジで怖かった。さあ夢の1700に向けて絶対にマジで達成したいんだよな、その気持ちが本当に今はすげえ強い。あーその気持ちを。でもあれ入ったらちょっと無理だわ、あそこからのあのシュート入ったらもう無理。ちょっとここなんとかまずは1点追いつきたい、まあ前半のうちに1点追いつきたいかな。 OK、 ビエラナイス、カカ、はい、フォルラン、もう1回フォルラン、 OK。 さあこのワンタッチでかいシュートメイント、オッケー、よし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 、いやー今のシュートミント入ったね。いや打つか迷ったんだけど、最悪のパターンはやっぱゴールキーパーに当たって弾かれるだったんで、あそこあのタイミングならやっぱシュートミントが一番安定策になりますね。オッケーオッケー、嬉しい、今の嬉しい、めっちゃ。サムガッペ、ここ詰める詰める、うっそー、ちょっと待ってさっきからあのシュートめちゃめちゃ入ってんだけど、はい、カカ来た。さあデルピエロ、ナイスよナイスよ、ここナイスよ、ここもシュートウィント、ここもシュートウィント、ここもシュートウィント、待ってミスった、逆に出しちゃったシュートウィント、おい何後ろ向きにシュートウィントしてんだよ、沼りすぎだ。さっきのシュートウィントが台無しじゃねえかこのミスで、ちょっと待ってやばい、打つなよ、うわ危ねえ。とりあえず、前半2対1と、いやーいけると思うんだけどな。でもお相手さんね、あのレートの割にはって言い方あれだけどすげえ冷静っすね。そしたらオルモとカカ変えて、うん、デルピエロとイサクも変えようかな、ちょっと早めに2人とも交換します。この辺落ち着いてんだよな、比較より落ち着いてるから、そこをしっかりと絶対に勝ちに行く、絶対に勝ちに行く。ここはシェービエラナイス、そしてここオルモから、さあイサク1回ダブルタッチで持って、オルモ
待って、出しちゃってるパスでもいい。あー、オフサイドだよね。いやー、ちょっと待って、パスキャンセルというものをください、僕に。はい、ここよし、これ相手が沼ってくれた。縦出す、イサク、オルモ、ポルラン、ポルラン、オルモ、来た、来い、よーし、オッケー。さあ今の完璧だ。いや、ちょっと集中して黙っちゃったけど、いや今の良かったね。オルモの走り出し、オルモがここにオルモンつって、さあダニオルモ繋いで、ここももう一回イサクが裏を取れる。さあイサクどうするか、イサク自分で行こうか、自分でシンプルに勝負から、ホルラン、オッケー、神神すぎる、オッケー、イサクよく突破した、そこ。さあただイサクここも狙ってるよ、最後まで狙う、取れるでしょこれ。いや待って、ベッカムさん、ベッカムさん、それはやばい、それはマジやばい。え待って、ね、それはプティ頑張って、プティ危ねナイス、ちょっと怖すぎるって。はい、オッケーオッケーオッケー、マジで全員で止めたよ今。さあ勝っていく、オッケー、よーし、これはマジで劇的勝利。いや嬉しいね。いやあのね、お相手さんまあレーティングの差はあったんですけど、かなり落ち着いた方だったし、やっぱ先制されたことでね、あのすっごいプレッシャーもあったんですけど、いやーこの試合勝ち切れたの超でかい。オッケー、1616、まあいろいろありますけど、まだまだ上に上がっていきますので、1700までの記録皆さんの目に焼き付けてください。今日もありがとうございました、バイバイ。